ビントロールチャンネルは、はい、女性と男性の比率みたいなのってどうなんですか？9割ぐらい女性。9割女性。うん。ああ。かな？なるほど。1割ぐらい男性。でも1割ぐらいや男性で1割ぐらい外国の方。9割女性の1割男性？うん。まあでもそんなもんか。9割日本人の方で1割外国の方。なるほどね。やっぱりね、女性が多いですよね。うん。僕もね、多分そんぐらいだと思う。どんぐらいだったっけな。男性 17.3%、 女性が 82.7%、 うん、結構男性、あ、こんなに見てくれてんだなみたいな、うんうん、結構嬉しかったですよね。なんか男性の方も結構見てくれてんだなみたいな、うん、俺しょうもね配信、俺の男性はやっぱりね、その女性と比べてコメントとかリプとか、うん、声を出さないけど、あ、確かにそうかもしれない、好きですっていう人の方が多いんで、うん、静かに見てますみたいな。シルオって何？シルオっていうコメントが今あったような。シルオ？シルオ。うん。でさ、どういうリモオみたいな。リモジョ的なやつの、そう。それの男バージョン、シルオ。ってやめた方がいいな、多分。そう。シルオは多分やめた。ちょっと意味合いが変になってきそう、うん。なんかちょっといろんな意味で多分やめた方がいいな。なんか違うわ。うん。そうね。汁で切っちゃうからね、やっぱりちょっとおかしいなことになっちゃう、うん、ルコだとおかしいもんね、うんうん、でもルコっていうなんか響き可愛いと思うけどな。汁汁汁をにしたらいいね。いや、せキモいだろ。いや、それキモくね、なんか。そんな繋げればなんとかなると思ってるのもキモいし。どうにもなってないんだよね、多分それ。変わってない。うん。それ多分キモいね、ちょっとなんか。シルシルシルはちょっと違うかな。うん。まあでもその、ビントロミンって言ってるじゃないですか。うんうんうん、それもう別に全てですよね。そうそうそう。別にその、男女関係なしってことだよね。うん。うん、いいですね。ビントロミン。うん。ちょっとね、あの某居酒屋っぽくなっちゃう。魚民そうそう。うちはね、ロゴも魚だからさ。確かに。パッと見居酒屋なのかなって思われるかもしれない。確かに。まあでもあながち間違いじゃない。記念配信とか大体飲んでるし。だ。みんな飲んでんの？うん。いらっしゃいっつって。みんな見る人も、うん、やってるっつって来る。やってるっつって。